ことに夢中になる、しつこいことかなと。やっぱストーリー構築力がすごいんですよね。我々やっぱり経営者様向けビジネスなので、ターゲットが 2C とはやっぱり考え方が少し変わってくるんですよね。金融機関の方に M&A の業務支援サービスみたいなのを提供してるんですけれども、その方々経由で伝道師のようになっていただいて、バトンズのことを知っていただく方が増える。バックアップの体制や進め方の方かと、まあ、最低限コミュニケーション能力が高い方っていうのを仲間になっていただければ、別に MA 経験あるない関係なく拡大生産できて仕組みっぽくなるな。やっぱりスタートアップって多様性大事ですけど、70人でやる組織ってワンベクトルにならなきゃいけない。母体との交渉という意味で言うと、やっぱ信頼なんですよね。この日本の事業承継課題とか M&A をもっともっと敷居下げて、まあ、日本の社会課題に役立つようなサービスになる。今の多くの経営者さんにもっともっと多くのソリューションを届けるっていうところについては、我々自身も M&A をやっていく会社になっていきたいなというところは非常に強く思っているところです。